はい、工房節の永田です。サビと書いて節と呼びます。今日は21日水曜日ですね。明日明後日九州の個展イベント始まります。よろしくお願いします。こちら映ってるのギャラリー富永さんの道路反対側中央区役所ですね。こちら道路を渡っていただいて、こちらがギャラリー富永さんになります。ちょっとすいません。でこちら入っていただいて、ごめんなさい、体温計を忘れたので、皆さん朝体温だけチェックしてください。でこちらの方、スタッフの方に行っていただいて、アルコール消毒していただいて、エプロンしているスタッフが必ずここにいますので、こちらの方でハガキ時間帯ですねと、本人確認をしていただいて中に入ってください。でこちらの方でフットキューブと試し書き用意しておきますので、待っていただく間こちらでお願いします。で、まあ、こちら椅子用意してます。ごめんなさい、僕の荷物置いてありますけど、まあ、こんな感じで待っていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、こんな感じで24個5000円になるペントレーのウィングですね。で隣にアウトレットがあります。上がペンシルと、ここまでペンシルで、コルタとボールペンがありますので、アウトレット一応こんだけ全部で30本ありますので、よろしくお願いします。で隣が 0.7 とクリックカートのグリップで、隣が M ペンになります。で奥に入っていただくと、コンプロットとピーネペンとカスタムグリップ万年筆で、今カバーを置いてあるんですけど、この辺で試し書きしていただこうかなと思います。万年筆の方ですね。カスタムできるビスキをこんな感じで置いてあります。まあ、パラーレとかガラスペンケースもありますので、よろしければお願いいたします。でボールペンの方ですね、まずコルタ短い方ですね、こんな感じで置いてあります。で隣が、まあ、値段つけてありますけども、スタビライズとで、ここにトレイがある、こんだけが7000円、違う4500円のカジュアルとスタビがちょっとあります。でスタビライズは、ね、手前の方にありますので、まあ、こっちが高い順と言っても、皆さんも1万2000と1万円のしかもうないです。はい、でもかなりいい感じのものが多いですので、よろしくお願いします。でカリンの紅白ボールペンの方ですね、ルージュペンの方、ここと何もない方がそのまま1万円で、上の方も同じく1万円なんですけども、重たいやつ真鍮パイプですね。でこのスタビの上が黒書きになります。まあ、こっちから安い順で高くなっていきます。まあ、こっちの方はね、一つ前のあれで紹介したので大丈夫かなと思いますけど、まあライティングによって見え方ちょっと変わりますけど、でこの札がね、2つついてるやつ、茶色い札がついてるやつは真鍮パイプになります。で仮の紅白まで来たら、こっちが
ハワイアンコア、茶色いタグがないやつが、まあ、1万5000円のハワイアンコアですね、普通の方で、茶色いタグがあるやつが真鍮パイプの方、同じく同じ価格帯なんですけど、こんだけあります。でその隣がローズウッドのコブ木、こっちから安いから、今度はこっちに向けて高くなっていきます。まあ、ゆっくり選んでいただければなと思います。でその下がマーブルウッドですね。1本だけちょっと8000円高くなっているものがあって、あとは7000円、まあ、ここまで7000円なんですけども、まあ、真鍮パイプと普通のとありますので、よろしければ、同じ7000円でも結構木の出方が変わりますので、いろいろ見てください。で隣、伊勢神宮の欅ですね、7000円のが2本と、あとは9000円のが2,4,6,7本ありますね。まあ下の段がやっぱ人気なんでしょうか、今回も。で3段棚が2つあります。一番下の段が6000円ですね。マーブルウッド、ここにちょっと1本だけあるんですけど、ちょっと傷っぽくて木が悪いので6000円1本置いてあります。まあ、ウォールナット、カエデ、チヂミ木、カリンチヂミ木、カエデ、コブ木、タモの木ですね、バーザイ、メープル、オリーブ、イエローハート、それか木肌ですね。でブラックウッド、サペリ、ちょっと面白いゼブラウッド、ホンジュラスローズウッド、タモのチヂミ、マサランリューバ、パープルハードですね。で上に行くと7000円台、カーリンのコブ木で、重たいやつがありますので、でタモのチヂミ、人体タモのチヂミ木ですね。で桜鳳、シャムガキで、カリン、ナミモク、クリ、ハリエンジュ、あ、ごめんなさい、飛ばしましたね、チークですね、はい。で上に行くとそれ以上の価格帯、まあ、キングとチュ、チークのコブモクで、シャムガキのコブネですね、でチューリップと、でチューリップ1本だけ重たいやつありますので、よければ、でピンクアイボリー、ここにもハワイアンコアあるんですけど、これが安い方の1万2000円の方ですね。で、こっちがケンポナシですね。センチュリーロイヤルで使われたやつ。で、キューバマホガニー。まあ、この辺から1万円ですね。キューバマホガニー、クラロウォルナット。そして、マッスルバーチ。で、ハカランダの1万円のやつですね。ごめんなさい、マースルバーチ上に置いてあるんですけど、ごめんなさい、マースルバーチだけ全部ここ7000円です。よろしくお願いします。でまあ白檀、匂い系ですね、白檀のコブ、ルーチェペンあります。ここシャーペンとルーチェペン混じってますので、気をつけてみてください。でね、パックアウトのが1個だけあるんですよ、よければルーチェペンだけですね。アフセリア、やっぱすごいですよね。で新ホルダー、ごめんなさい、ラスト1本です。で下がエクステンダーになりますね。こんな感じになりました。まあ香りここで嗅いでください。でここに1本2000円のペンシスあります、まあ、黒の赤捨てと青捨てで、まあ、オレンジ青とあります。で買っていただいた方は2000円。でですね、一応長い方で合わせてるんですけど、短いやつもあるんですよね。もともとパトリオットペン用、こちらの方後ろの方で用意してますので、そちらの方はねコルタのやつがちょうどいい感じに入るんで、よろしくお願いします。ペンシルいきますか。ペンシルどこからいきましょう。
じゃあ3段棚が3つ並んでるので上の方からいきますか。そう、キューバマホガニが5本並んでるんですけど、1本だけ色薄いやつ、これだけキューバじゃないんですけどキューバマホガニです。プエルトリコから出てきてるやつですね。そして、まあ、こっちはキューバの方から出てきてます。で、チークの小部目、チェリーですね、まあ、ここ1万3000円になりますね。1本で1万8000円の名古屋でも売れなかったシタンのコマメモフですね。はい、でキングとちょっと面白めのも並べております。が1万1000円 でピンカイブル1万3000円、同じく1万3000円のクラロボルナと同じくチューリップと、ちょっと面白めなんですよね。古典なのでちょっと面白めのものを取っておきました。はい、で同じくシャムガキのコブで、ハカランダ1本だけここに1万8000円がいますけど下にもいます。で1万円です、あ、じゃあ1万3000円ですね、ごめんなさい、2本ごめん、後でつけておきます。1万3000円が5本並んでおります。でハワイアンコア、まあ、1万5000円と1万8000円がありますので、またお値段聞いてください。1万5000円が3本かな、3本、ちょっとこれ反対、1万5000円が4本、1万8000円が6本あります。で真ん中マーブルットが並びきれなかったやつがここに4本います。そしてカリノをナミモクですね。でホウですね、クリ、シャムガキ、ハリエンジュ、ジンダイタモ、ココボロで、マースルバーチ、サクラ、シマクワ、ツゲで、チークのチヂミで、重ためのやつも含めて、ちょっともく悪いやつも含めてカリン、こんだけ真ん中の段ね、1万円です。下の段が7000のはこんだけあります。あとはこ楓からね、こっちは9000になります。案外黒炭面白いと思いますね。あとは伊勢神宮と普通の欅ちょっと持ち比べしてもらえると全然重さといい、手触りといい、全然違うので、よければお願いします。で、3段の隣、ケースに入っているのが、コルタがあります。で、隣、伊勢神宮のケヤキ、もう、とりあえず、全部削ったやつ持ってきました。で、タグが付けてるやつ1万円の1万3000円なんですけどね、本当は1万円のチューリップととカリンの紅白がありますので、よければこちらの方も見てください。はい、ナミトレいきますか。上の方から黒柿ですね、高い順に並んでおります。こっちからだんだんこっちに行くにつれて安くなってきます。でコルタここにいます。でハカランダの面白いのが4本と小笠原クロアがラスト1本ですね。1万5000円です。で2万円のアフセリアでコルタがごめんなさい1本になりました。でローズウッドの項目、まあここから始まるんですけど、今度はこっちから高くなってきます。どうですか、見えますかね、まあ、やっぱり実物見てもらった方がいいと思います。
で、カリンの紅白、重たいのがここで、まあ、下に並んでるのは全部1万3000ですね。はい、でこれが1万1000円1本だけ、まあ、ちょっとありますので、よければ、あとは1万円のマーブルと、上にも4本ありましたけど、まあ、こんだけあれば2日目まで持つんじゃないかなと思います。で、扉入ってもらってね、すぐケースにスタビライズとあります。全部お値段書いておりますので、よろしければお願いします。そして新ケースですね。これでざっくり紹介できたかなと思います。ではでは、でメンテナンスオイルも置いてありますので、取らなくても大丈夫です。最後に言ってください。メンテナンスオイル1個2個って言っていただければ、こちらでご用意して袋の中に詰めます。で、奥にね、2ミリと 0.9 と 0.3 ですねのペンシルのキットですね、メカの方も用意してますし、固定式口金も用意しております。そちらの方も自分で取ってもらわず僕の方に言っていただければ、最後一緒に会計しますので言ってください。はい、ということで、一応時間いいですよって言った人からトレイの方を渡していきます。で、お買い物を選んでいただいて、で最後はがきと一緒に僕の方に渡してください。で、その時にメンテナンスオイルとメカと固定式金具言ってください。でね、ちょっと注意したんですけども、新ケース選ぶ時こちらに置いてください。で、両手で触ってください。で、また戻して自分で取ったらこうやって戻ってってください。まあ、ここちょっと狭いのでね、まあ、1人2人順番30分ありますので、交互に変わりながらやってください。あと注意点なんですけど、黒かき、まあ、1本しか買えないんですけど、まあ、迷うと、こうやって1本しか買わないんですけど、迷ってずっとこうやって持ち歩かないようにお願いします。30分経って最後にどっちか決めればいいやっていうのはやめてください。必ずこの中に入れたいものはもう買うという前提でいてください。片方だけ入れておいてください。最後迷って、ああやっぱり最後の最後でって交換するの、これはありです。どっちかしか買えませんので、両方キープして、その間ね、他の方見れないっていうのはちょっと困るので、もう買うって決めたやつだけトレーの方に入れてください。あ、注意点も含めながらこんな感じですかね。あとは、まあ、ルーチェペン、フィーネペンの方ですね、会心のジェットスリムもこんだけ用意しておりますので、こんな感じですかね。ではでは、長々となりました。では明日朝8時からスタートいたします。よろしくお願いいたします。